どうもなおちんです。さあ今日も未来のトランクス編行ってみましょう。トランクスはついにスーパーサイヤ人になることができた。だがその代償は決して小さいものではなかった。それから約3年後、人類の敵、そしてご飯の敵である人造人間を倒すため、ただ一人生き残った戦士としてトランクスは修行を続けていた。ただいま、母さん。おかえりトランクス。修行の調子はどう？うん。自分でもやっと手応えを実感できてる気がする。あの時のご飯さんくらいの強さの実感を。うん。その顔はうまくいってるみたいね。でも油断は禁物よ。はい、分かってます。そう。だったらいいけど。ああ、そうそう。こっちももう少しでタイムマシンが完成するわよ。ふーん。なーに気のない返事ね。タイムマシンなのよ、タイムマシン。あ、分かってるよ。さすが母さんですね。これが完成したら、あんたはまず過去の孫くん、ごはんくんのお父さんに心臓病の薬を渡してほしいの。きっと彼が生きていたら何かが変わるはずよ。次にもう一度人造人間が現れる時代に行って、孫くんたちの戦いを応援しながら研究するの。そこで人造人間の弱点や倒す手がかりをつかんで、この世界で生かしてほしいのよ。でもいくら過去に戻ってもこの世界をやり直せるわけじゃないし、死んだみんなが生き返ったりするわけじゃないんだよね。ええ、多分ね。そう、父さんだってごはんさんだって生き返りはしない。それに過去に戻らなくたって今の俺なら人造人間を倒せるはずだ。ちょっと久しぶりにウィスさんと戦ってみるか。あ、意外と強いな。あ、そうか。ああ、ブルーになってないからか。ダメージが、そうかそうか、そう入らないわけね。なるほど。そうか、ポタラもこれ使えないね。あ、ダメージは入る。あっちのダメージは全然食らわないから問題はないね。ウィスさんは全然勝てるな。